電気通信設備工事担任者。電気通信設備工事担任者は、公衆回線や CATV の通信回線に接続する端末設備の接続及び配線工事を行い、または監督するための国家資格である。総務省所管。昭和60年、1985年、電気通信事業法の施行と同時に制定された。根拠法である。 電気通信事業法では、工事担任者資格者証の交付を受けているもの以下、工事担任者という、とされているが、何の工事担任者なのかわからないため、電気通信の工事担任や、電気通信設備工事担任者と付記して呼ばれることも、多い。また、平成23年、2011年4月現在の、電気通信国家試験センターのウェブサイトでは、ネットワーク接続技術者、 工事担任者減という表記も見られる。工事担当者と誤って記載等されることがあるので注意が必要である。略して、担任者、担任者や、交担、交担と呼ばれることがある。当初は、アナログ第一種、アナログ第二種、アナログ第三種、デジタル第一種、デジタル第二種の5つに区分されていた。電気通信事業法の施行前は、公衆電気通信法により、 公衆回線に自衛設備を接続することは解放されていなかったため、通信工事業者向けに日本電信電話公社、電電公社が公衆電気通信設備公担任者試験を、国際電信電話株式会社が国際公衆電気通信設備工事担任者試験を実施していた。これらの資格所持者の扱いについては、下表のサランの資格ごとに、ウランの資格への書き換えが行われた。 平成8年1996年アナログデジタル総合種が追加され6区分となった平成10年1998年デジタル第3種が追加され7区分となり工事範囲が下表の通りとなった平成17年2005年8月より種類と工事範囲が種別のように変更された従前の資格者は 従来の工事範囲の工事を行うことができる。旧資格は資格の名称、工事の範囲とも引き続き従前のまま有効であり、読み替えなどは行われない。工事担任者を要する工事、公衆電気通信法の下では、前日の公衆回線とは電電公社の電話回線であり、自衛設備とは電電公社のものでない設備のことであった。 電電校舎からのレンタル品である黒電話以外の電話機を電話回線につなぐことにも工事担任者が必要であった。これらはローゼットを開始または直接電話回線に接続されるので通信品質を低下させないために創出レベル等の調整が必要だったからである。電気通信事業法の施行後は屋内配線も工事担任者であれば工事を行えるようになった。 AI 第2種と第3種が一般的に必要とされる。屋外からの引っ込め口から宅内のモジュラージャックまでの工事を行うことができる。電気工事と並行して行うことが多いため、AI 第3種を持っている電気工事店が多い。大型の事務所などでは内線電話の数が多いので、AI 第2種が必要になる場合もある。 d d 種は主に通信工事業者で必要とされる。そのほとんどが事務所の工事や通信機器の設置である。一般家庭向けでも、FTTH などの光ファイバー工事や CATV などのモデムの出力レベルの調整に必要とる。工事担任者を要しない工事。工事担任者規則第3条及び昭和60年優政省国時代244号に基づく。 いわゆる市販の電話機をモジュラージャックに接続することに工事担任者を必要としない。工事担任者資格者賞は総務大臣が交付する。取得にあたり、年齢、性別等の制限はない。取得は次のいずれかによる受験資格、申し込み、試験日程、試験形式及び時間、多種選択、マークシート式で1科目あたり40分。 AIDD 総合種の技術のみ80分。科目免除者は、所定の時間が経過したら、退場する。受験知識に手数料8、700円。科目。工事担任者規則第7条に規定されており、全種類とも科目は共通である。項目。AI 第1種。AI 第2種。AI 第3種。DD 第1種。 DD 第2種、DD 第3種、AIDD 総合種、詳細は、電気通信国家試験センターのウェブサイトを参照。参考平成20年度試験までは2年間であった。総務大臣認定校の所定科目の取得者は、基礎が免除される。認定校等、種別は、総務省の情報通信に関する、ポータルサイトの書きリンクを参照。基礎、技術、 放棄の各々が、基準以上の点数、100点満点で60点を取る、必要があり、科目合格を積み重ね取得する人がいる。また免除規定を利用し、複数種を取得する人もいる。近年は、IT 時代でもあり、システムエンジニアやネットワーク管理者、女性の受験者も増えてきている。実施結果種別改正後のものを掲げる、平成18年、 2006年より日本で最初の e-learning、情報技術を用いて行う学習による国家資格養成家庭講習が実施されているエルピット。日本データ通信協会がインターネット配信する養成課程のすべての学習を終了し試験会場に出向いて終了試験を受験する。エルピットにより取得できるものは AID 総合種及び DD 第ン種第3種である。 旧資格者、電気通信主任技術者、無線従事者については、現有資格に応じ基礎及び一部の種類では、法規も合わせて免除される科目免除コースもある。詳細は、日本データ通信協会の書きリンクを参照。認定学校等、種別は、総務省の情報通信に関するポータルサイトの書きリンクを参照。書きのものには、 電気通信事業法第73条により、工事担任者資格者証を交付しないことがある。様式は、平成22年2010年4月より、運転免許証やクレジットカードと同じ大きさ、縦 54mm 横 85mm のプラスチックカードで、ホログラムが施される。従前は、縦メートル横メートルで、紙片の両面に、 無色透明の薄板を、ラミネート処理で接着したものであった。これらは、同時期に特殊無線技師、アマチュア無線技師等に交付される、無線従事者免許証同じ様式であった。現在、これらもプラスチックカード化されている。なお、同時に、電気通信主任技術者資格者証も、同系同代のプラスチックカードとなった。申請書には原則として氏名及び青年月日を、 証明する書類の添付を要する。ただし、住民票コード、または、現に有する工事担任者資格者証の番号、電気通信主任技術者資格者証の番号、無線従事者免許証の番号のいずれかを記入すれば、添付は不要である。電気通信事業法第72条、第2項において順用する、同法第47条の規定に基づき資格者証の返納を命じられたとき、 または、再交付を受けた後失った資格者証を発見した時は10日以内に資格者証を総務大臣に返納しなければならない。工事担任者は就寝資格であり、資格者証そのものの更新はないが、2005年8月の工事担任者規則改正により資格取得後も最新の知識、技術を保有し続けるよう努力することが義務付けられた。 しかしながら、どのように努力するか、また、努力していることを証明するか、ということについては明示されておらず、資格者個々の判断に任されている。そこで、日本データ通信協会では、継続的に習得すべき知識及び技術等を、講じた任者に対して提示する必要があり、その具体的指針として、ガイドラインを作成するとした。これが、 工事担任者スキルアップガイドラインであり、毎年10月に改定するものとしている。この中で AID d 総合紙と DD イン種第3種資格者については2005年12月より情報通信エンジニアとしての認定を行い、証明書を発行して工事担任者として最新の知識、技能を有することを称することとした。情報通信エンジニアには、 大規模工事が対象となるビジネスユース、中小規模工事が対象となるホームユースの2種類があり、AID 総合種及び DD 第1種がビジネスユース、DD 第2種及び第3種がホームユースの証明書をそれぞれ得ることができる。有効期限は取得から1年間であり、単年ごとに更新講習を受ける必要がある。なお、保有しなくとも、 工事担任者としての資格が無効になるものではない。詳細は、日本データ通信協会の書きリンクを参照。書きの資格などは、試験科目が免除になるか、工事担任者が任用される。詳細は、各項目を参照のこと。試験科目が免除されるもの、任用の基準にあるもの、任用の条件にあるもの、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。